はい、どうも忍者なったんです。オーストラリアニュージーランド忍者修行16日目、朝は日本食をいただき、駅まで歩くも天気悪い、大雨になったので雨宿り、少し雨が止み無事駅に到着。駅の時刻表分かりやすい。友達とローラーダービーの試合へ行ってきます。ニュージーランドの電車はこんな感じ、綺麗。30分電車に乗り、バスに乗り換えます。電車とバスを使うと5ニュージーランドドル、安い。ニュージーの国内線は手荷物検査がなかった。友達がドーナツくれた、ありがとう。飛行機で1時間半ネルソンへ。非常口の席になってしまい英語読めません。機内でコーヒーとお菓子のサービス、左のまずい。男の子と女の子が飴配ってくれた。子供が退屈そうにしてたかららしい。機内から見たネルソンの景色、飛行機から降りてくる忍者。ネルソン空港に到着。風強っ。キウイのぬいぐるみを抱きしめる忍者。お迎えが来るまで写真撮影。空気が気持ちいい。友達の車でスーパーへ。オーストラリアのスーパーと同じマークのカウントダウン。同じ系列らしい。入り口押して入る。はかりが古典的。ナッツの種類が豊富すぎ、ティムタムの種類も豊富。家に荷物を置いてローラーダービーの試合会場へ到着しました。ホッケーコートのイラストかわいい。人が少なすぎたのでみんなでスケートパークに行くことに。そんなことある？予定変更は海外に行くとよくあることなので結局めっちゃ楽しんだ。おかげでサンセットビーチが見れました。最高やん。車から降りて写真撮影。次のスケートパークへ。学校の中にあるスケートパークに到着。暗くなるまでみんなで遊んだ。この日にできたトリックをどうぞ。忍者かっこいい。この日にできひんかったトリックをどうぞ。着地失敗。帰ってティーをいただきドロン。笑う君は俺の心奥底まで響いた。回り見ずに一人傷つき、そこで己脆さに気づき、一目はばからずに涙流して、嫌なことから無理やり羽ばたいて答え出す自分。